ホルカさん、今日は井筒の大好きなあの企画ですよ。あれをやっちゃうのか？しかも A ちゃんも？今日は朝まで行きますか。マイネームイズオマルポルカ、ゲームスターツリークマスター。木曜7時はパルカ。これまで年一くらい、かっこ多分各都市で死闘を繰り広げてきたポルカの伝説おつまみドラフト。時にはスタッフからタメ口を聞かれるタレント、時には取れなかったみかんゼリー、時にはチョキを出しがちなオマルポルカ、そして笑うだけの構成作家。今新たに3人目の資格を加えて激闘が繰り広げられる、かっこかもしれない、おそらく多分かっこ閉じ。ということで第1回ポルカの伝説おつまみドラフト2023 with A ちゃん、どんどんパッ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 、イエーイ、どんどんパフパフ大事。前回のおつまみドラフト、はい、ね、2022年の8月の25日投稿したので、夏ですね。だいたい1年が経ちました。ドラフトの意味は覚えたかい？3回目だからさすがに分かってるよね。もう、いやもう、もう任せてくださいよ。あの今回、はい、先輩呼んでるので、うん、ね、先輩ね、先輩、あ、ね、はい、あ、私ですか。ドラフトの意味は、あれ、募って選び取ること、選別。プロ野球のドラフト会議とか、あと草案草稿とかね、大会演説のドラフトとかっていう感じですね。ドラフト、ちょっとね、これ過剰に言わされてる感があるだけなんで、ね、A ちゃんもっとね、あの普通に会話ができるんだけど、今シンゴジラの石原さとみになってたからね。ちょっとそうなんですね。ありがたいな、ダナどこなってたからね、ちょっとね、光栄です、うん、でも発音はもともとめちゃくちゃいいっていうか、どんどん良くなってってるの。本当ですか？やっぱり声に入ってって、めっちゃさ、 Thank you so much. I appreciate it. Oh! Thank you so much. It's an honor. ゆずさんはいける？ I'm sorry. あ、でもいいじゃないですか。え、何がいいの？わかんないよ。ってことってね、じゃあ冷え切ったところでね、早速ドラフトをしていきたいと思います。この空気でこの空気で気を取り直してぬる、はい、ぬるっと、とりあえず乾杯しましょう。おお、いいね、乾杯、はい、乾杯しましょう。何飲むの？いつとかな。いやー、もうね、今回も前回同様井筒ワインを優雅に飲まさせていただきます。え、ちゃん何飲む？私じゃあレモンサワーで。レモンサワーいいね、はい、大丈夫？なんか飲んで止められたみたいな話とかなんか若干さっきお伺いしました。あー、でも公式じゃないんでね、ここ人のチャンネルだから嵐みたいなとこあるよね。二度とやるなみたいなこと言われたんですけど、偉い人にも、うん、じゃあ今日のポルテンに乾杯！乾杯！乾杯！あ、いつもありがとうございます。あ、下から来てる！下取られたやつ！下取り合いするやつ！こうね、こうね。あ、エントリーナンバー1、うん、どうだったんですか？1なんだ。あ、ワンじゃなくて、ワンじゃなくて、さっきの打ち合わせエントリーナンバー1つってたから、エントリーナンバー1。確かに、あんなにドラフトとのくだりとかあったのに、ドラフトは我々日本人ですから。エントリーナンバー1ね、はい、エントリーナンバー1、はい、男梅。あー、なんで、ね、エントリーナンバー2ちょっと迷いましたね。マネージャーが北海道に行ってきた お土産で買ってきた、恋に恋した北海道ホワイトサンダー。あー、サンダーですね。エントリーナンバー3、うん、ロータスディスコ。あれか。エントリーナンバー4、はい、はい、避けるチーズプレーン。なんかこれ一番の企画の使い回しの。エントリーナンバー5、うん、はい、ランチパックハムカツ 10% オフ。飯やないか、それ。ギリギリのやつはあるんですけど。エントリーナンバー 6、はい、6ね、ごくうまビーフジャーキー。いや、ごくうま言ってるからうまいに決まってるじゃん、こんなの。ジャーキー。エントリーナンバー7、サラダビッツ大盛り。エントリーナンバー8、はいはい、一度食べたらまた欲しくなる元祖ゆーちゃんちんみシリーズ、めっちゃ食べてる。鶏皮ジャーキー。エントリーナンバー9、はい、はい、みんな大好きアップルパイ。アップルパイはおつまみじゃない
エントリーナンバー10パイの実エントリーナンバー11サシャおしゃれ前の回の残りかなしけてないですか大丈夫ですかエントリーナンバー12ふんわり卵のオム焼きそばあー食べたー食べたいねこれはいいですねエントリーナンバー13はい13、はい、こだわりソースの焼きそば待って12番なんだふんわり卵のオム焼きそば待って焼きそばかぶり焼きそばかぶりさすがに焼きそばこだわりソースの焼きそばうるせぇエントリーナンバー14おおきのこの山エントリーナンバー15はいたけのこの里戦争がしたいのかわったらエントリーは以上ですすごいいっぱい多いぞちなみにレイチャーさんはいポルカさんチョキ出しやすいなのでなそれではね早速、はい、基本的にポルカさんが選んでレイチャーさんが選んで、はい、私が欲しいものを言っていくんですけど欲しいものが被った場合はじゃんけんしましょうなるほど、はい、もうちょっと待ってたんだけどそれは大丈夫結構だってさっきの説明の時飲んでましたもんね質問今からどんどん入れていきますあ、わかりましたどんどん入れていきますポロコさんはいはいはいどうぞ、はい、1巡目選択選手は極うまビーフジャーキーあーあーあーんーうーんあれあれあれちょっと待ってあーなんでちょっと悩んでんだよ来いよ来るな絶対1巡目の選択が選手間違うおかしいよ迷っちゃいました来てよ伊豆さんはいいんですか伊豆さんは最初に決めてるあ心決めてるのが本命がいる本命がいやうちもこれが本命のエースだからさじゃあいくぞはい最初はグーじゃんけんチョキアイコでパーアイコでパーアイコでグーアイコでチョキいい戦いでしたね今の地に伏せているしゃがんだら酔いも回るのにしゃがんであ、やばい今ちょっとだからこれきついなこれきついねこれ取れるんですかじゃあ次私はい選択選手鳥川ジョーキゆうちゃんチームいただきするここは食べてみたねーちゃんのとこ今ジャーキーがいけなかったから鳥川ジャーキーそう鳥川でも鳥でねじゃあ伊豆選手は安定でこう取れます避けるチーズブレーン行かせていただきます安定で行かせていただきますワインなのでワインはやっぱりチーズ行きたい、ね、確かにもうねしょっぱいのはもう終わったかなっていう感じはほんと早いですよね、はい、分量分量待ってください甘いの多くないですか今回そうなんですよ2巡目行きましょう行きましょうこれさもっとイカとかなかったんかな結構さぁ、まあいいやよしじゃあ、ポルカ選手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 ポルカは、おむそばでおぉ、おむそばかおむそばいただきましたまあいいあれはみんな、今日は平和かな2巡目じゃがりこサラダちょっと待ったいやそれは最初ちょっと安定路線で行ったけどね経緯が足りないじゃないですかねそれとこれとは別です着実にしょっぱいのから確保するあたりなんか後で泣く真剣に真剣ドラフトでのみとね向き合ってる感じがしてめちゃくちゃ面白いと思うけどさあじゃあここで初めて伊豆津 A ちゃんじゃんけんデュエルですかデュエルやっていきましょう最初はグーじゃんけんぽいバターストレート勝ち A ちゃんよし貴重な問題です貴重なやはり先輩の威厳チョキ出すのはポルカさんの方だったポルカさんはいポルカさんの方だったいやーかわいそうめちゃくちゃ嬉しそうやな嬉しい選んでいいですかお願いします実はパイの実いかせていただきますこれもらっといてマッターできないですよね強欲ドラフトでしょ強欲のツボはダメですよねここは確実に狙いますはい3巡目、はい、アップルパイおおあ今日は敵が少ないな読めなかったよしよしよしいいんですか伊豆さんワインなのに伊豆はまあでもちょっとパイの実で今ちょっとパイ欲が甘さが確かに確かに敵重くなってた
コストがちょっと高いよこれ。ライフ高いですね、結構ね。ちょっと行っちゃおうと思うんですけど、うん、タケノコの里。あ、ここで来ちゃう。タケノコだ。ここで来ちゃうか。やめる。タケノコ。いやー。ちょっと待って。ああ。ダメ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 。ここで戦いが来るなんて思っていなかったです。いや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 、もう戦争始まったんか。ここで来てしまったんだ。好みが似るというのはあるかもしれません。なんなんだ、タケノコの人気やばいよな。だって同じ会社選んでるからやっぱり。カードある中でタケノコ派みたいな絞られて、それさ、良くないと思うんだ。戦います。はい、デュエルを始めよう。デュエル第1章はグー。じゃんけんぽい。ザコー。はい、ザコー、ツイズツー。はい、じゃの勝ち。やったー。あれ、イズツくんってもしかしてじゃんけん弱い。俺たちはなんかチョキばっかりですですでとか言ってもイズツくんもしかしてじゃんけん弱い。来年将来で並べた時にポルカさん行きましたじゃないですか。うるせえ。泣きそうになってんじゃねえよ。そう、めちゃくちゃ泣きそうじゃん。本当に申し訳ないんですけれど、山には行かないんで。あー、ちょっと何それ、やばいって。すいません、思想がごめんなさい。思想強めです。ちらに謝んじゃん。本当にごめんなさい。山には謝んない。謝れません、ごめんなさい。あー、これイズツファン減ったわ。謝れません、しょうがないです。強いですね。ただ強い思想を持ったキノコの山ファンからはもしかすると信頼を得たかもしれない。素直に生きていたよね。すいません。なるほどね。うるせえな。こびませんと。じゃあイズツは何を選ぶの。ロータスビスコフェ。あー、いきます。いいですね。チョイスがこれ、ちなみにめっちゃカロリー高いよ。してます。お、関係ないです。そうですよ。はい。オルコ、あ、アルコールが入ると大丈夫ですか。もう回ってないです、ね。アルコールが入るとオルゴールみたいな。関係ないです。カロリーゼロなんで。次。五巡、あ、四巡目。四巡、四ですね。四巡目。オマル・ポルカ選手じゃない、また言っちゃった。オマル・ポルカは。取られたい、取られたい側です。ダメ。ダメ。サシャ。あれ？なんか今日ちょっと待った。あ、来ましたよ、お久しぶりでございます。なんか今日ちょっと待ったかけるのあなたが一番早いですね。ポルカさんには譲れない。いやいや、個包装の強み、わかりますか、あなたに。今のところ井筒の方が個包装も選んでますけど。うるせえな、じゃあもういいだろ、個包装は。じゃあいやいやいや、これ以上私の個包装取らない。個包装シリーズ、いや、戦いましょうよ、ちゃんと。バトル。いいっすか。え、どんなテンポなんですか。あれ、ポルカさん、ポルカさん、はい、あ、じゃあ、いいっすか。いいっすか。最初はグー、じゃんけんぽい。勝ったー、ポルカさん。今日強いですね。いいビブラート。違う、ポルカが強いんじゃなくて、イズツくんが今日弱いの。あ全部通ってます。なんかね、今日はね、知らんけど強い。あの、自分の好みのデッキになっちゃうから、ね、すごい。好みのデッキめっちゃ重いっすね。うるせえよ、個包装だからいいんだよ、個包装。色が茶色。うるせえ。それでは、はい、ハムカツ 10% オフ。あ、来ない。あ、まあ、イズツは、お、あ、敗北者。はい、イズツは敗北者だっけ。今日煽られてますね、イズツさん。イズツは泣いちゃった。マネちゃんが北海道に行って買ってきた。ああ、それも恋に恋した北海道ホワイト。ごめん、マネちゃん、ポルカ選んでなかった、ごめん。思ったんだけど、誰かさ、梅嫌いな人いる？あ、これも駆け引きの人さ。もしかして心理戦始まりました、急に。ポルカもう焼きそば無理で。ポルカ、最終戦略山。これは通りますよね、君たちは。あー、つまらないかもしれないですが、ごめんなさいね、これはお遊びでもなくて企画なんです、ちゃんとした。そしてポルカはこれをつまみにするんです。あ、二人ともそうやってわめかないでください、体で。なんかね、体現しないで、そうやって。悔しい気持ちはわかりますですが、今の流れだ。違った、拳回してたのに。三人来るかと。いや、やり直さなくていいんですね。いいですか。いい、いいんだか。3人で。エンターテイナー失格みたいなのやめてください。焼きそばは今いらない、大丈夫。なるほど。そしてなんとポルカは男梅酸っぱ
ですよ実は。なるほど。というわけでお二人は争っていただけますかね。あ、でも争い生まれる、生まれないかもしれない。平和にもしかしたら、まあ、行くかもしれないね。じゃあ平和に、平和に行きましょう。伊豆さん、そうですね、じゃあ、はい、男梅ちょっと待ったほら通らせませんよそのゲートは。ハムカツ焼きそばどっちもちょっとなんかでかいじゃんこの流れで最後に焼きそばちょっと重いですもん。な、え、ローザのことばかりしてんの。あ、でもロータス1パックあるからあ、な、ロータスね、いいことからったらいいんだけどね。1パックあるから戦いますよ。あ、どうも真剣勝負ここまで最後の戦いです。ここまで全敗。泣いても笑っても井筒選手今日は全敗しております。いや、ちゃんも見事すり抜けつつ好きなものを取っていったという形には最終的になっております。最後こちらが今日最後の戦いです。アルコール入れます。さあ闇のゲーム、じゃあお互い見合って、で、いやー、はい、よろしくお願いします。いいですね。はい、はい、ではどうぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。倒れたあの頭がかわいそうにね。そう、こんな勢い倒れるこんなことないもんな、なかなかな。いや、井筒今すごいあれだったんですよね。順番をすごい考えてたんで、今までちゃんさんが勝ったわけはもうどの手で勝ったかを考えたときに、最初ポルカさんがあの確かあ、チョキを出したんですよ。ロンリー当たっていくよボーリングの方が先に出ますかね、これ。ボーリングの方が。そうね。あ、じゃあ、ボーリングでは負け。あ、違うわ。ボーリング勝ったんだ。もうダメじゃん。いやーね。まあまあ。今回のね、今回もね、おつまみドラフトは、やっぱ私の選択が圧勝かなと思いますね。圧勝ないよ。放送ドラフトならまあ勝ってるんだけど、ね、バランスもね、しょっぱいから始まり、甘い甘い甘いの酸っぱいでこうし、上手ですね、流れ顔赤すぎるわろか。ゆずさん飲む量が大結構えぐいですからね。結構さ、結構何も帰り見ずカッパカパと。いや怖いですよね。いやあなたも怖い。あなたさだってね、本当に良くないやつだよ一番。そうですよね。さっきロゼに並ぶヤバさだと思うよ。ボルカを配信したから良くないと思うよ。はい、配信見たかった。ユイドレ配信誰のですか。あんただ確か。まあ、みんなさ、お水もね、同じぐらい飲むのは本当はいいから、いいで言うからさ。そうですね。あのだんだん座り始めて笑うんだけど。あのだってさ、収録終わりね、本当にあの心配だから、こっちも。はい、伊豆さんのことですか。話についてくれ。伊豆さんはね、ちょっとね、やばいことが一回あったからね、もう。みんな気をつけてほしいんだわ。ね、今日は大丈夫ですかね。あ、大丈夫です、本当に。ね、大丈夫ですよ、いや、今回本当、いや、本当楽しかった。いや、呼んでくれてありがとうございました。呼んでくれてありがとうございました。それはだってあの元から行く、私のセリフです、それ。いやいや、なんで奪ってんの。呼んでくれた、大丈夫です。大丈夫です。どこ帰るんだよ。大丈夫ですってなんだよ。大丈夫です。お前ちょっと。ありがとうございました。ね、この屍二人残して、お前も足振りやばい、あと。いかん。いるつかん。ありがとうございました。落ち着こう、みんな。スタッフ、大人の人。もう多分、みんな無理。収集つかないな。ダメだな、終わりやこれ。おつまみドラフトいつもこんなんだから。これさ、これ幸せ。これ最後の企画だっけ、これ。こんな終わり方でいいのか。えーちゃん、3週間ありがとう。ありがとうございます。もうどこも呼んでもらえるかな、また。ありがとうございます。伊豆さん、ありがとうございます。伊豆さんもいないよ。伊豆さん、ランチパックハムカツ 10% オフ。飯やないか、それ。ギリギリのやつあるんですけど。飯やないか、これはもう。10% オフ。でも確かに、はい、いやでもレミン様にはいいな。そう、でも飯やで。いやまあでも確かに、ほぼほぼそうですね。なんでちょっと 10% オフなんですか。いや、こだわり、ここの最近で 10% オフ流行ってるの、ポルデン。そうですか、うん、はいはい、ちょっとずつ予算縮小やめてー違うね、やめてー、ね、それはあんなに飛んでったらそれはないの、ね、あんなに飛んでる予算も飛んでるかもしれないやめなさいな
飛ばすの？まずやめてバンジーさせるぞ。やだバンジーハラスメント。あ、ごめんなさい、はい、すいません。